19歳です。ぶっちゃけていいですか？はいはいはい。私今声優をやらせていただいていまして、ヒュースト。皆さんこんにちは、ヒューマンアカデミー声優漫画家専攻の瀬川瑠奈です。今回はですね、斉藤さんをやってみようと思います。斉藤さんは見知らぬ方と電話するみたいな、ちょっと言い方悪いけど、同じ時間帯に斉藤さんを開いている方とお電話できますよみたいなアプリがありまして、今回はちょっとそれをやっていきたいなと思います。ちょっとドキドキするけど、どんな人とつながるのか、私のことを知っているのか、いろんなことをちょっと突っ込んでいきたいと思います。聞き込みもたくさんしていきたいと思います。それでは始めていきます。いきます。ヒュースト。じゃあ行きます。もしもし。もしもし。もしもし。19歳です。同い年。お、ダメ。今何やってたんですか？今ゴロゴロしてた。あ、なるほど。うん、質問いいですか？いいよ。最近鬼滅が流行ってるじゃないですか。うん。好きな声優さんとかっているんですか？いません。いないの？アニメとか興味ないですか？アニメはドラゴンボール見るよ。おお、私も好きです。あとワンピースとか。あー、好きです。はい、終了しました。でもなんかもう一回ってありますよ。あ、また別の方ですね。もしもし。もしもーす。何歳ですか？19歳です。ないです。いきます。もしもし。もしもし。今は、斉藤さんをしています。な、言っていいの？難しい、会話が成り立ちません。誰か来ないかな、アニメ好きさん。もしもし。もしもし。あ、そう、声が大きかった。ごめんなさい、すみません。申し訳ない。はーい。可愛い声してますね。あ、ありがとうございます。嬉しいです。おいくつなんですか？今19歳です。あー、やっぱりなんか結構大人っぽいな。あ、本当ですか？ハキハキしてますね。あ、ありがとうございます。聞きたいことがあるんですけど、聞いていいですか？はいはいはい。アニメとか好きですか？アニメはでも本当に王道っていうか、お、限られた範囲では好きなやつはありますけど。あ、そうなん、例えばとか。まあみんな知ってる鬼滅とか、あ、ワンピース、ナルトとか、スラムダンクとか。あ、見ました、スラムダンク。バスケやってるからさ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ黒子のバスケとかはどうなんですか？あ、もうまあ読んだけど、まあ別に好きでは。あ、さようでしたか。嫌いでもないし、はい、好きな漫画は何ですかって聞かれた時に、はい、見るほどでもないみたいな。あ、なるほど。ぶっちゃけていいですか？はいはいはい。私今声優をやらせていただいていまして。わー、なんかやってそう。Twitter、Instagram とかで長谷川瑠奈と検索していただいたら出るかと思うんですけれども、今ちょっと斉藤さんをやってみて、私の存在だったりアニメ好きの方とつながるのかというのをやっていて。なんか企画とかで。あ、そういう感じです。嬉しいです、こんな話してくださって。いえいえ。いや、なんかせっかくなのでお礼と言ったらなんですが、言ってほしいセリフとかがあったらやりますが。言ってほしいセリフ。はい。じゃあちょっとバスケット頑張れ的なことでいいですかね？あ、本当ですか？なんかどういうことかありますか？あー、うん、なんかやっぱ声優っていうか、なんかまあ萌え声とかってやっぱ女子から聞かないんで。そんな、じゃあ萌え声で行かせていただきますね。はい。これからも大丈夫ですか？いや、ありがとうございました。すごい楽しかったです。頑張ってください。頑張ります。ぜひSNS もよかったらフォローしてください。わかりました。ありがとうございました。はい、すごい。失礼します。頑張ります。はい、失礼します。失礼します。
すごい礼儀正しい方でしたね。失礼しますって最後おっしゃってお優しい方でしたけれども、わー楽しかったいや、いい方が多かったですね。ありがとうございます。ちょっといいアピールできたじゃないですか。長谷川里奈という存在知っていただけたので、でも光栄でした。もう電話してくださった方々ありがとうございました。今度ね、いつか斉藤さんやる時にはもっとうおーってなれるような存在になるように頑張りたいと思います。ということで、この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。